昨日午後8時20分ごろ、氷川町高塚で軽乗用車が用水路に転落しました。その後、軽乗用車から火が出て全焼し、焼けた車の中から男性の遺体が見つかりました。警察によりますと、軽乗用車を所有する80代の男性と連絡が取れていないということです。現場は田畑が広がる地域を通る県道で、軽乗用車が転落した場所には道路にガードレールがありませんでした。警察は男性の身元の特定を進めるとともに、死亡した原因や事故当時の状況を調べることにしています。